平和公園平和公園は、長崎県長崎市松山町に位置する公園。平和記念公園と呼称する場合もあるが、正確には誤りである。1945年8月9日に投下された、原子爆弾落下中心地と、その北側の丘の上とを含めた地域に、平和を祈って設けられ、3つのゾーンから構成されている。入園は自由。面積は、 約18.6ヘクタール。平和公園に新設された、平和の歩道エスカレーター平和の泉長崎市民が、平和公園といった場合、この区域のみを指す。毎年8月9日の長崎原爆の日には、平和記念像前の式典広場にて、原爆犠牲者慰霊平和記念式典が開催される。原爆落下中心日と、浦上天主堂の移行後指導通常。 原爆落下中心地公園、原爆投下中心地公園、爆心地公園、爆心公園などと呼ばれる。長崎原爆資料館長崎県営野球場画面、中央右寄りのドーム屋根が市民プールの屋内プール、その左下に小さく見える、水色の場所が市民プールの屋外プール、中央左上のグラウンドがラグビーサッカー場。 屋内プールの右上にある緑の場所が、陸上競技場。左は、ビッグエムスタジアム夕方の復興門2006年6月30日16時1分48秒。クリーニュージーランド軍に宿。軍備管理大臣フィルゴフ長崎市駅蔵の、平和モニュメントの除幕式に参加マンデー。6、11、06、互い厚平。 特別展示、石の記憶広島長崎被爆資料に注がれた、科学者の目、東京大学総合研究博物館ニュース、ウロボロスボリューム8、ナン、no. バー32004年1月記念資料室から、広島、長崎の新型爆弾調査を探る理科学、研究所の研究者が残した、研究成果理科学研究所、理研ニュースナン、no. バー2342000年12月号、 イギリス英語表記。アメリカ英語ではセンター。被爆者の証言20、田島映像さん平和と長崎反対運動の過程では、市へ提出された撤去反対署名を長崎市が電算入力処理し、さらには署名者である市長の知人に対して市長が電話指針を正す、などの出来事があり、論議を読んだ。市川正人、 署名活動と表現の自由、プライバシーマイナス署名者個人への働きかけと、憲法マイナスから、第6号1996年、市川正人署名簿の電算処理と正眼権、立命館大学政策科学部起用七巻3号2000年3月、長崎署名簿コンピュータ処理訴訟通信。 http://www3.justnet.ne.jp スラッシュクール m 長崎原爆落下中心日立替え問題を考える緊急ウェブフォーラム歴史文化観光施設の無料開放について10月から2007年9月まで長崎市民対象ありがとうございます